カテゴリー錯誤とは対象に固有の属性をその属性をどうあっても持つことのできないものに返すという意味論的あるいは存在論的な誤りである。あらゆる誤りは固有の属性を何らかの意味で誤って帰属させることを含んでいるからある意味ですべての誤りはカテゴリー錯誤であると言える。しかし哲学でよく用いられる意味でのカテゴリー錯誤は 最も厳密な形態の貴族の誤り、すなわち論理的に不可能なものを善任することであると思われる。例えば、その本のビジネスは永遠に眠るという陳述は、統合論的に正しいが、無意味なザれ事であり、せいぜい何かの比喩と見ることができるに過ぎない。なぜならこの陳述は、永遠に眠るという属性を、 ビジネスに誤って帰属させているからであり、ビジネスという属性を、本というトークンに誤って帰属させているからである。カテゴリー錯誤が生じていることの証明は、典型的には次の方法で行われる。すなわち、当該の現象が正しく理解されれば、その現象について行われている、ある主張がどうあっても、正しいはずがない、ということを示すのである。例えば、 多くのアメリカ人は無心論者であるという主張は誤っているがカテゴリー錯誤ではない。なぜなら多くのアメリカ人が無心論者でないかどうかは偶然の結果であるに過ぎないからである。カテゴリー錯誤という用語はギルバート・ライルが著書心の概念で導入したものでデカルト主義的な刑事上学によって生まれた心の 本質についての混乱であるものを取り除くために用いられた。ライルの主張によれば、心とは霊的な実体から作られた対象であると、みなすのは誤りである。なぜなら、傾向性や能力の集合を指すためには、実体という術語では意味がないからである。ライルのカテゴリー作語という概念を用いる哲学者は、多いが、どれが、カテゴリー作語で、どれが、 カテゴリー作語でないかという点についてはまちまちで固定した見解はない。小説において新人賞の応募作が編集部の想定するカテゴリーからずれている作品に対しカテゴリーエラーという表現が使われている。この場合のカテゴリーはライトノベルであれば学園もの主人公が中高生、小学生向けの小説では平易な言葉、短いページ数、 面白く飽きない話など、レーベルやジャンルの編集方針という意味合いである。若月光は、純文学の募集に携帯小説を投稿しても、ダメですし、ライトノベルにボーイズラブを投稿しても無理ですよ。と書いているが、出版社やレーベルによって対応が異なり、が文庫では、審査に影響しないと明言し、角川翼文庫では、単に、簡単なほのぼのしたお話では、 カテゴリーエラーであるとしている。ありがとうございます。